アロワナの罠は、罠の罠。多分。はい、どうもりです。時々やってるビーコンの罠なんですけど、ここにビーコン置いといて、まあ普通の人だったら、ビーコンあるな、壊しに行こうって壊してくれるじゃないですか。で、大体警戒するとこってここなんですよ。ビーコンがここにあったら、まあその近くの敵を警戒するじゃん。だけど俺はあえて、ここの真下に、この真下にビーコンを置かないで、ちょっと奥側に置くことによって、ここから飛び降りてくる敵をね、パシャパシャで倒せるかなと思いました。絶対これ見るから。絶対見る。絶対上から来たやつ、絶対ここ見る、まず。だからここに意識がなくなるの。だからこうやって倒せるし、もし降りてきても、罠に向かった敵を倒せると。これで行きたいと思います。やばい！あ、俺の罠に違うの来た。よし！よしよしよし！あ、来た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 けど、射程で罠倒すぞ。俺の罠が。やった！ローラー、あ、頑張れ。イカ忍者だったな。気づかなかった、危なかったな。もう一人来た。オッケー来た。どうすかこの罠。今いたぞ。いた。今いたの。そんな気がしたもん。こことさ、マジでここのビーコン強いと思うんだよね。これ来たよ。ほら来たよ。ほら、これマジで強くない？この罠。もう一回来んじゃん。ほら、もう一回来た。これバレてる。おい、ショット。おい、はい。おい、おい、オッケー、危ない。よし、俺の罠が、うまくさ、どうしたぞ、今。罠です。やったー！